無謀な挑戦になるかな。 WRC2 を何としても勝ち抜いていきたいかなと思います。もう一勝ラリー北海道で一勝した段階で、全日本ラリー選手権のチャンピオンに輝くことができます。まあ、すでに具体的な金額でいうと、まあ、2000万をちょっと超えるかなっていうところ。皆さんこんにちは、ラリードライバーの新井弘樹です。今年はですね、残すところあと全日本ラリー選手権は2戦となりまして、あともう1勝ラリー北海道で1勝した段階で、全日本ラリー選手権のチャンピオンに輝くことができます。で、まあ、昨今の為替事情やいろいろなあの車の消耗パーツでしたりとかいろいろ鑑みて、まあ、WRC の準備もこれから進めていかなければいけない中で、今年は自前で、自分でシコダ R5 を買ってきてですね、まあ、壊れた状態でミッションがない状態から始まりまして、まあ、すでに具体的な金額でいうと、まあ、2000万をちょっと超えるかなっていうところぐらい、お金をかけてしまいました。まあ、正直初めの予定は、まあ、もっと全然かからない予定ではあったんですけども、まあ、早速車を購入した段階ですでにいろいろなパーツがないというところで、かなり本来あるべき、予算のスケジュールとはだいぶ厳しい方向に進んでしまったのは確かにありました。で、まあ、もちろん車も古いですし、今年に関して言えばどちらかというと車をアップグレードするというよりかは壊れないようになんとか走り切ってそれで結果につなげるというところでありまして、まあ、なかなかその全開でアタックできないっていう、まあ、歯がゆい展開ではありましたけども、まあ、皆様のおかげもあり、ここまでなんとか優勝を4回と2位1回というところで、あとほんの少しで、いろいろなところで優勝というかチャンピオンというところが見えてきているところではあります。でやっぱりその今こういうタイミングだからこそ WRC へ向けてそろそろ準備も始めなければいけないなというところではあるので、これからクラウドファンディングという形で、車のパーツ消耗品を含め、WRC ジャパンへ向けて準備していきたいなというところではあります。ただもちろん、私たちが戦わなければいけないのは、まあ、WRC に関しては完全なメーカーワークスで WRC2 クラスで出ることを考えてしまえばかなり無謀な挑戦になるかなっていうところではあるんですけども、まあ、やるからにはしっかり最後まで、故障とか、まあ、そういった細かいところでのメカニカルトラブルを予防することはもちろんのこと、まあ、しっかり、世界で戦って最後は WRC2 ジャパンで勝つというのが、まあ、もともと私が今年全日本ラリー選手権を出るにあたって掲げていた目標の一つでもあるので、まあ、ぜひこの機会にまたクラウドファンディングという形にはなってしまいますが応援していただけますと幸いです。よろしくお願いします。